大分県社会福祉事業団は1967年に事業をスタートした県内最大級の特定社会福祉法人です。小さなお子様から高齢者の方まで充実した生活が送れるよう日々サポートしています。県内各地に事業所があり、支援内容やご利用者も様々です。今回はその中のいくつかをマスコットキャラクターの僕、ジギョタンがご紹介します。地域総合支援センター。ここには児童発達支援センター、どんぐりや就労の支援を行う大福などがあります。どんぐりでは日常生活においての基本動作や言語訓練、集団生活への適応ができるよう支援しています。大福では障害のある方が生き生きと働くことができるよう支援をしています。障害児入所施設、障害者支援施設糸口学園。この学園には支援第一課と支援第二課があります。支援第一課では楽しみや生きがいのある生活を送れるように、支援第二課では規律と責任感を養っていけるようサポートをしています。八つ星の丘、ここには高齢障害者優先の有料老人ホームをはじめ、グループホーム、デイサービスセンターがあります。八つ星の丘のデイサービスセンターが高齢者の方と障害のある方 と児童が一緒に集うデイサービスなんですけど、一緒に活動することですごくいい効果があるんじゃないかなと思っています。ご利用者一人一人に寄り添い、生き生きと充実した生活が送れるようサポートする、それが私たち大分県社会福祉事業団の理念です。